皆さんこんにちは、Bレジェンド染田です。皆さんこんにちは、Bレジェンド管理屋の布目です。今日はこちらね、前回の動画で紹介させていただいた夏の追いスイカと、夏限定もう一回さくらんぼ風味と、もう一個腸内環境を整える、新商品ですね、リアファイバーの、レビューをやっていきたいと思います。それでは早速飲んでいきたいと思います。じゃあまずこちらですね、追いスイカの方から飲んでいきたいと思います。はい、いい匂いです。そうですね、ちゃんと種も入ってます。そう、こちらの追いスイカの方にはなんと種が入っておりますんで、この種はカカオニブと言われるものですので、はい、大丈夫です、ちゃんと食べられるものです。ですね、はい、はい、でこちらのね、新しい追いスイカのパッケージの裏の方にはこちらのね、黒スプーンの記載ですり切り1杯っていう風に書かれてるんですけど、もしかするとまだね、こっちの従来品の白のスプーンがついてくる場合があります。こちらの場合は、すり切って4杯入れてあげてください。でこっちの黒いのがついてきた場合はもうすり切り1杯で入れていただければ、しっかりタンパク質がね 20g 取れる設定になりますんで、そちらだけご注意いただければと思います。はい、それではいきます。あ、もう早速色が、そうですねうわ、すごい色がいいですね。種も映ってますかね泡立ちも少なく、ダマも少ないですね。お、種もしっかりと表現されております。それでは飲んでいきましょうか。いただきます。いただきます。すごい匂い。うまい。あれですね、去年と一緒ですね。どうしたんですか、どうしたんですか。もう味が本当にもうスイカのアイスの味そのままですね、うん、そうですね、あのアイスの味をですね、はい、すごいクオリティで表現されてると、あの、ね、再現されてると思います、ね、はい、でやっぱり去年の夏販売して完売してからもすごく再販の依頼がかなり来たものだったんで、今年も数量限定で再販させていただきますので、ね、ぜひ去年飲めなかったっていう方も、去年飲んで美味しかったっていう方もぜひね、試していただければと思います。それではこちらですね、最新作もう一回さくらんぼ風味ですね、こちら試していきたいと思います。それでは皆さん開封のお願いします。すごい、めっちゃいい。あ、いい匂い、すごい匂い、すっごい匂いです。うわー、いい匂い。あれですよね、あのチェリーのガム。あ、そうですね、確かにすごく美味しい匂い、うん、本当に美味しい匂いがする。こっちのタイプも黒スプーンの場合は1杯、白スプーンの場合は4杯でお願いします。それではいきます。淡いピンクです ね、 ね、泡立ち少ないですね。いいですね、いいですね。色的にはちょっとベリーのような、初恋のいちごのような、うん、あ、そうですね、初恋のいちごみたいな色です。香りの方は、あ、もうチェリーですねどうぞ、うん、それでは飲んでいきたいと思います。いただきます。いただきます。美味しいな、うん、うまい。こっちもこっちも美味しいですね、やっぱり、うん、酸味が、そうですね、強いですね、これはね、ベリー系ですよね。こっちは酸味系になりますね、うんうん、美味しいです。すごいさっぱりしたのが、酸味系のね、好きな方には満足していただけるんじゃないかなっていうぐらいの
あれですよね、ちゃんと酸味がしっかりとあって表現されてますね、うん、美味しいです。僕ちっちゃい頃あの板ガムミントとかブルーベリーとかあって、うんうん、そこでなんか多分チェリーもあったと思うんですよ、うん、あのねガムをの感じがすごく再現されてるんじゃないかなっていうふうに思います。だから僕はすごい好きな、うん、懐かしい味、馴染みのある味、そう、馴染みのある懐かしい味ですんで、うんうん、ぜひ酸味がね、酸味系ベリーとかパッションとかくまモンとかが好きな方はさくらんぼで、スイートですね、まあ、そんなに甘いってわけじゃないんですけど、バナナとかメロンとか好きな方はこっちのおいスイカおすすめです。それでは最後のリアファイバーですね。はい、Bレジェンド初のあれですね、腸内環境のサプリメントですね。味の方はすりおろしピーチ。これ本当にあの食物繊維が入っているので、その食感が本当すりおろしピーチに近いと思います。すりおろしピーチに近い、まあ、匂いはなんかそこまでストレートなピーチの匂いって感じじゃないですね。おー、ね、全然ピーチ感はないですね、この匂い、うん、パウダーの匂いはね、いい匂いはするんですけど、味とちょっと違う匂いですね。それではこちらのリアファイバーの方はこちら、うん、白のスプーンでだいたい1杯すり切り1杯になります、はい、で、お水は、150から300ミリリットルなので、今回は、200で用意しています。そしてですね、リアファイバーはですね、もう入れていただいてシェイクしていただいたら、時間置いとくと固まっちゃうので、シェイクしたらすぐに飲んでいただきたいと思います。わかりますかね、ちょっと周りにちょっとゼラチンっぽくなってます。ではいただきます。いただきます。ちょっと早くしてくださいよ。美味しいです。はい、トメさん感想は、ちょっと中田さんにしないでくださいよ。トメさん感想どうですかね。柿谷チャンネルの風習が食物繊維がね入ってますからね、すごくそれがすりおろしたピーチに感じられてすごい美味しいですよね。美味しいですね。この味本当大好きです。言っちゃったらダメなんですけど、うん、某ケーキ会社の缶でよく昔買った、あ、何でしたっけ、3文字、カタカナ3文字に伸ばすやつ、あ、漢字に僕は、うん、そうですね、あれもだいぶトロトロな感じでしたもんね。そうそうそう、あのイメージですよね、うん、そう、すごいだから濃い、ピーチジュースのイメージで飲んでいただけると思います、うんうん、ね、これすごく、試作の段階で何人かに、女性陣たちにも飲んで、会社のね、スタッフにも飲んでいただいたんですけど、飲んでもらった時にも、みんなすごく味好評で、美味しいって言って、飲んでもらいました。でね、パッケージ、ちょっとまあ、これ、トレーニングする方が、まあ、腸内環境がちょっと悪化しやすいということなので、まあ、ちょっとこちらのパッケージ、ムクムクのお腹になってますけれども、すごく女性にも、喜んで飲んでいただける商品じゃないかなと思ってます。私もすごくこの食物繊維が入っていて乳酸菌も入っていてっていうドリンクすごく飲みたかったので、私も個人的にこれすごく出るの楽しみでしたし、これからも飲んでいきたいなってすごい思っている商品です、うん、そうですね、僕もやっぱりすごい毎日大量にプロテイン優位な食生活であったりこういうのも飲むんで、うん、結構腸内環境がどっちかというと多分悪い方やと思うんですけど、これを10日間ねテストで飲んでたんですけど、
その期間っていうのはすごく決まった時間に何かトイレを行くとか、お通じ良くなった、ね、そうお通じが良くなって決まった時間にこう出るような感じがあったんで、でやっぱり腸内環境悪かったらそういうタンパク質の吸収とかもやっぱり悪いかなっていうふうに思うんで、次どこを変えていくのって考えた時に僕はこの腸内環境すごく大事じゃないかなっていうふうに思いましたんで、今回この商品を開発いたしました。ぜひね試していただければと思います。でこちらの今ねレビューした商品の発売日なんですけれども、こちら3商品とも7月10日のねお昼12時から販売開始となります。でこちら真夏のおいスイカ風味、さくらんぼもう一回さくらんぼ風味ですけれども、各、3200円で販売させていただきます。夏限定っていうことなのでね、各3000袋限定となっております。で今回ねこちら夏限定2種類あるっていうことなんで、こちらのねおいスイカ風味と、こちらのさくらんぼ風味セットで買っていただいた方に、2つで買うと6400円になるんですけれども、こちらのね B レジェンドのオリジナルシェーカーをプレゼントしたいと思います。こう両方飲みたいっていう方もおられるかと思いますんで、そういった方はねこちらのセット販売購入していただければ、こちらのねオリジナルシェーカーが無料でついてきますんで、ぜひそちらのねセット販売利用していただければと思います。そしてこちらのリアファイバーすりおろしピーチ風味なんですが、お値段は2280円で、30食、飲んでいただける仕様になっておりますので、ぜひですね、1日1杯でもいいですし、1日2回飲んでいただいてもいいですし、こちらご利用いただければと思います。でこちらの2つの商品なんですけれども、従来のビレジェンドプロテインとほぼ変わらないスペックになっておりまして、1食で大体ね 20g から 21g のタンパク質が取れるようになっておりますので、ご安心ください。はい、そしてこちらのリアファイバーなんですが、カロリー、エネルギーですね、エネルギーは1食あたり 23kcal になっています。そして、食物繊維が 8g、取ることができ、乳酸菌もですね、27種類、入っておりますので、ぜひですね、こちら1食でかなり、スペック、いい仕上がりになっているかと思うので、飲んでいただければと思います。それではぜひこちらのねおいスイカ、もう一回さくらんぼ風味リアファイバー、ぜひお試しいただければと思います。それでは今日の動画が良かったっていう方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは次の動画でまた会いましょう。さよなら。